やばい。春って環境も変わるし、新しいことも始まるし、もうね、頭がパンパン、パニック。ということで、今回は、じゃーん！今日は、たまるたくさんお買い物をしてきましたー。わー、すごーい。やっぱり、この春のこの頭がパニックの時に、我慢をするのは良くないと思うんですよ。いやー、確かに。だから今日は、我慢をせずに、食べたいもの、飲みたいもの、好きなだけ食べよう、飲もうっていう、企画です。うわー、最高じゃん。めっちゃいい女子会です。今日はすごいね、まだまだ袋あるんだ。そうなんですよ。じゃん。おお。ちょっと私は気合を入れますラーメン食べる前の人みたいはい、で今回ですね、このスターバックスでたくさんお買い物をしたんですけど、合計金額が5345円です。スタバでその金額行ったことない。ですよね、私も初めて見ましたということで、皆さんもぜひ一緒にこの動画を見ながら、食べたり飲んだりしながら一緒に女子会していきましょう。じゃーん、全部出しました。イエーイ。すごい。これ結構学生あるあるだと思うんですけど、スタバ行ってもフラペチーノとか頼むけど、こういうスイーツ系ってあんまり頼まないんですよ。友達とフラペチーノ買って飲むみたいなぐらいで、もう早速食べません。食べちゃおう食べちゃおう。食べましょう。あの、好きなの言っていいですよ。いいの、何にしようかな。こんなあると迷っちゃうよね。やっぱね、私期間限定に弱いから、バナナいっちゃおうかな。じゃあ私も期間限定に弱いんで、桜咲いたいっちゃおうかな。おじゃん、桜咲いたベリーフラペチーノー。おー、綺麗。めっちゃ綺麗ですね。しかもね、これ下にあのゼリーが埋まってるんですよ、これ。うん、ほんとだ。いいね、お花見気分。じゃん、バナナアーモンドミルクフラペチーノ。バナナです。あ、バナナえ、これほんとにバナナなのだって裏にもバナナって書いてあります、これの。ほんとだ。あ、大変失礼いたしました。こちらですね、バナナアーモンドフラペチーノに、チョコレートソースとチョコレートチップを追加したチョコバナナフラペチーノ風にしてみました。いいですね。そこね、インスタで載っててチョコを足してカスタムするとチョコバナナになるっていうのを見てやってみたかったんですよ。バナナ食べたくなってきちゃった。いただきます。いただきます。うん、最高に美味しい目が輝いてる。昨日実は寝たのが遅くて、始める前眠かったんですけども、一気に目が覚めました。どうぞ。チョコ入ってるやつ初めて飲むんだよね。確かに私も飲んだことない。これはやばい、これはやばいめっちゃチョコバナナ。おお、わっきりなるな。しかもチョコチップ入れてるから、なんかサクサク感がすごい。いいですね。うん、今度やろう、絶対やる。ジェリーめっちゃゼリーめっちゃ味濃いゼリーなんで、食べ応えあります。じゃあまあ食べましょうか。スイーツもあるし、ご飯系も今回あるもんね。いや、私はスイーツで行かせていただきたいと思います。スイーツ系普段あんまり食べないので、もう私商品を並べた時から決めておりました、この子。じゃーん、わー、かわいい。甘おういちごのチーズタルトでーす。あー、美味しい。めっちゃ美味しそう。私なんだかんだタルトめっちゃ好きなんですよ。あ、そうなんだ。これもインスタで見たんだけど、今出てるデザートの中で一番カロリーが低くて、なんとそちらのカロリーが152キロカロリー。低っ。こんなちゃんとタルトなのに。そう、すごっ。ちゃんも食べよう。いただきます。どうなの、どうなの。なんか個人的にはいちご強めかなって思ったんですよ、ここ。めっちゃチーズ。あ、そうなんだ。ちゃんといちごの風味もありますけど、なんか結構想像以上にチーズでした。クリームチーズみたいな感じ。あ、めっちゃペロッといけちゃいます。結構甘い。そんな甘くない。うん、全然甘くない。へー、最近どうよ。今日これ撮影してる日がちょうど始業式で、クラス替え。どうだったの。いや、まあぶっちゃけ、めっちゃ仲いい子とは全員離れました。うわ。しかも同じクラスからまた同じクラス、2回連続同じクラスだったのが男の子だけで、女の子が1人もいなくて。え、そうなんだ。はあ、いない
ってなって寂しいね。でも周りのその仲いい子たちはみんな、あ、同じクラスとか言ってちょっとおかしいおかしいおかしい一人だけおかしいおかしいおかしいってなってたんですけど、しかも一番前、え、席が、うわ、しかも一番端っこの、お、これトルティーヤチップスブラックペッパー、うーん、じゃじゃーん、美味しそう、いい匂いする美味しそう、いい匂いする、いただきます。これちょっと今思っちゃったんですけど、ん、これ別に1本飲み終わらなくてもいいですよね。あ、そうだよ。え、ってことは今ここで別のやつに手を出してもいいってことですよね。もちろんです、もう女子会ですから、はい、お好きにどうぞ、いきまーす。こちらキャラメルフラペチーノー。いや、なんかもう落ち着く。定番美味しいよね。ちょっと私次行っていいですか。どうぞ。ちょっと今どっちにしようか迷っててこれにします。おー、オレンジ&レアチーズケーキー。わー、美味しそう。めっちゃ美味しそうじゃないですか。なんかめっちゃオレンジ乗ってるね。そうなんですよ。しかも私ちょっとレアチーズっていう言葉に弱くて。わー、もう美味しそう。いただきますね。最高です。オレンジの酸味とこのレアチーズの滑らかな、うん、甘い感じがもうぴったり。おー、すごいなんかさっぱりいけますね。うんうんうん、うん、だからめっちゃバクバクいけちゃいそう。早っ。え、もう半分ない。怖い。最近さ、食欲すごくて、うん、1日中常に食べてないと落ち着かなくって、なんか本当に歯磨きする暇もないぐらいずっと食べてんのよ。でも私もそれに近い現象で、どうしても今干し梅が食べたいっていう現象にこの間落ちて。なんでそこピンポイントの。一回小学生の時に干し梅にハマってるんですよ。どうしても食べたくて普段絶対やらないんですけど、駅からの帰り道にコンビニに寄ってしまいました。あー、負けたね。負けました。本当に自分でもあれ何だったんだろうって今思いますもん。あ、やばい。あざといこと。しゅんくんみたいなことかな。あー、超思った。見てるかな、しゅんくん。怒れるぞ、次の撮影の時。メンションはしないでください。はい、完食です。やばい。さっぱり系の飲み物飲みたくなっちゃった。お、どっちどっち、どっちにしようかな、自分これさ、これ皆さんホットじゃないんですよ、アイスなんですよ。そう、これあれか、紅茶をね。そうですね、開けてみる。お、見て、え、ぶどうジュースみたい。え、めっちゃ赤い。お、美味しいぶどうジュースみたいな色してます。アイスティーのパッションだって。パッションティーだ。あー、じゃあこれ飲もうかな。パッションティーいただきます。うんうん、めっちゃトロピカルな味する。うん、すっごいすっきり。全然これ甘さ入ってないんだ。あー、無糖。うん、あ、いい、めっちゃいい。手がカチカチ、うん、手がなんかスライスソーセージ&チーズフォカッチャ。おー、すごーい、すごーい。いただきます。うん、一番最近で泣いたのいつ？え、割と昨日。彼女連れが終わって帰ってきて、うん、お風呂入ってそしたら11時半とかだったんですよ。うん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 。で、ちょっと自分のやりたいこととか課題とかをやって、うん、気づいたら12時半過ぎぐらいで、うん、それが日曜日だったんですけど、うんうん、お察ししていただけますか？次の日学校。違います。え？あ、サザエさん？違う。オオカミです。あー、オオカミか。脱落会だったんですよ、ちょうど。あ、あー、そっかそっか。おー、号泣。夜中に一人でガーガーガー。みんな寝てるのに。恋するっていいですよね。でも私、大体お付き合いした人とは冬に別れるっていう結婚になって。怖いやん。クリスマス一緒に過ごした思い出が長くておかしいな。なんか冬ってさ、逆に人肌恋しくてくっつくみたいな話聞くけどね。うんうんうん、なんでだ。もしかしてすっごい暑がり。なんか、うん、暑いわみたいな。やば、別れようぜって。なんか寒くなってきた。やっぱりカロリー摂取したらあったかくなる説。うん、じゃん。
ポテトチップスシーソルト。いただきます。うわめっちゃ分厚い。おお、いいですか。うん、え、おいしい。いただきます。やばいよね。エッグタルトだ。何。めっちゃ歯に刺さる。めっちゃほっぺに刺さって痛い。めっちゃいい音。エッグタルトだ。いやでも女子会楽しかったですね。いやめっちゃ楽しかった。なんか普段できないようなこともできましたし、うん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 、すごい楽しかったです。次やるとしたら何でやりたい？難しい。全然できません。まあ考えておきましょうか。そうだね。うん、じゃあこんな感じで、あとはゆっくり女子会したいと思います。バイバーイ。